Coming up next up. めっちゃいいものが出ます。こちらです。ドゥエー皆さんこんにちは。レディオガガの高橋です。今日もよろしくお願いいたします。皆さん、ラジコンしてますか？ねえ。ラジコンを今現在楽しまれている方にめちゃめちゃいいアイテムですこれね、かなり嬉しい人多いと思いますし、どうですかね、めちゃめちゃ売れると思いますね。まあ楽しまれているカテゴリースタンスによってはもう手放せない、これがなくなったらラジコンできないって言っちゃう人が出てきてもおかしくないぐらい画期的で素晴らしいものが出ました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます早速お見せいたしましょう。ででこれです。まあこれじゃあまだ何かわからないですよね。まあ何らかの機械だな、チグだなっていうのは何となくわかるかな。スタンドでもないですね。でもこれくるくる回るんです。これをね傾けるとわかる方いらっしゃるかもしれませんね。お見せいたします。はい、いやいあやべやべ大丈夫ね、はい、すいません、まあ、このくらいで壊れるものじゃないのでこれ分離するんですけど、こういったものとなります。わからない方のためにねお伝えすると、そうこちらゴムタイヤ、主にツーリングカー用のタイヤ接着チグとなります。お、あるじゃねえかよって、まああるんです、あるんです。実はね、私が、まあ、一番愛用しているものですね。はい、まあ、これがね一番有名じゃないかなと思うんですが、最も定番のねタミヤさんのタイヤ接着アダプターですね。まあ、これ結構ね上級者になると使わない人結構出てくるんですけど、私はこれが一番いいと思うんで、これで、ね、忖度なくまあ慣れすぎたのかなあのレースレギュレーションのねタイヤなんか私ね一人で200本とかうおって貼るような時もこれ使います。あっという間に、まあまあ、で今回のこちらこれの超上位互換です最高ね。私これ一回ね、もちろん今レビューする前に使ってみたんですけど、まあ夢のようですわ。もうこれ早く出てほしかったなっていうね。こちらですね、詳細と使い方をですねお見せする前に、こちらどんなメーカーが作ってらっしゃるか、こちらですね、あのライドさんが作っております。まあ最近ですとうちもう私がね一番おすすめのタイヤっていうんでね、一応タイヤおすすめしてるんですけど、ライドさんといえばまあ伝統のあるメーカーさんなんですが、なんと今お見せしたこちら、これねタミヤのものなんですけど、もともとライドさんが作っていたものを OEM でタミヤさんが販売している、あのショックのエアリムーバーしてますか、シコシコシコってやつお見せしますかはい、これもね こちらですね、ちょっと分かりづらいかな、こちらもですね、まあ結構ね RC カー競技としてねやってらっしゃる方なら、まあ、かなりおなじみのものだと思うんですね。多くの方がね持ってらっしゃると思うんですけど、なんとこの信頼と実績のライドさんから新たな商品出てきました。じゃあこれ早速ね使い方お見せしていきたいと思います。はい、こちらですね、これが真上から見たところですね。ちょっともう一度ね斜めにしてお見せしますね。はい、こんな形になっていて、これ今外れちゃいましたが、下台座です。これはですね、まあ、ろくろのようにですねくるくる回るようになっておりますが、これはですね、まあ後で実践してねお見せし、ま、いたしますが、これすごく大事な機能です。そしてこれは分離してですね、こちらをちょっとね開けてお見せしていきたいと思いますね。はい、これ外れるようになってます。簡単にね、ここにこの穴とポッチがついていて、こちらからカッチャンって入れる、これ簡単に取り外していけるものですね。でこちらです、こちらにですね、まあ、ここにもホイールがあるんでちょっとお見せしますが、ホイールをですねここに入れるように置きますね。まあ、実際のところはここに置く段階ではタイヤをはめた状態で置くってことになりますね。そしてこちら
はめます。カチャッとはめました。そしたらですね、でこれもちょっと構造見せますが、ここにリングが入っています。これちょっと外せるんですけど、ポコンって、ね、このリングがですね、程よいサイズ、程よいこの R の形状でですね、ゴムタイヤをきれいにこのホイール面から なんていうんですか、その接着面を露出させるものなんですね。でこれ簡単に取り外しできるんですね。これ実はこれまだプロトタイプで、完全な製品版なのかな、まだパッケージもない状態なんですけども、まあもう大体これだと思うんですが、これですね、ちょっと聞いてなくて、最初にこれだけなのか、いろんなサイズが最初からついてくるのか、今後オプション出してくるのか分かりませんが、これを交換することによって、さまざまなタイプ、さまざまなメーカーのタイヤに適合するんじゃないかなと思います。でこれですね、ここにダイヤルが見えると思うんですけど、これを回すことによって、これと一緒にこう回していくことによって、中のタイヤ部分だけ下せり上がって押さえていく、まあ、相対的にはこれが下がっていくっていうのはね、それをいい具合で調整して接着して、これをろくろの上の癖こう回しながらこう接着して、そして終わると。素晴らしいでしょうね。じゃあ実践してみましょう。今日接着するタイヤはですね、先日動画でも紹介したライドさんのセミスリックタイヤ、めちゃめちゃ優秀なタイヤです。ちなみに今これやりますけど、基本的なツーリングカータイヤ全般に最初のアダプターで対応しています。毎日対応しなくても、この簡単なねリングを交換するだけ対応していると思いますし、まあ、要望を出すとこれ 3D プリンター製っていうのもあってね、ライドさんどんどん対応していただけるんじゃないかなって思いますね。ホイールもですね、ライドさんのこちらのホイールでやっていきたいと思いますね。じゃあ実際見つけていきましょう。はい、こちらのタイヤですね、現在好評販売中で、このなんとトレーが、タイヤトレーと接着ノズルが2つついてくるというね、至れり尽くせりのタイヤとなっています。もう性能もバッチリです。まあ、詳しくはですね、私の以前の過去動画で見ていただければと思います。じゃあね、タイヤをはめるところからですね、こちらからお見せしていきます。なんかこれ方向性あるんでね、気をつけてくださいね。まあ、方向性ないタイヤもいっぱいありますけど、このタイプは方向性があるタイプですが、正直間違えてもまあ分かんないんじゃないかなと思いますね。このタイヤインナー付きのタイヤとなってますが、インナーってね、ラジコンカーのタイヤめちゃめちゃ重要です。もう中空ってね、よほどの特殊な条件じゃない限りね、使わないので、タイヤ接着するときはね、インナーを必ず入れていただきたいです。ちなみに最近はですね、この接着完成済みっていうタイヤもかなり出てきています。この辺はもうすぐ出てくるのかな。まあいろんなタイヤが接着完成済みで出ているので、まあ割とヘビーにね、この RC カーのサーキット走行をね、楽しまれている方だと、接着する機会っていうのはかなり増えてきますよね。では、こちらを、台に装着します。下げといたからね。やめとかないと。はい。結構上げたんで。はい。この状態ですと、はい。カポンと入りましたね。で、いいですか。こっからですね、ちょっとね、見えるといいんですが、これをひねっていくと、このゴムタイヤ部分だけを押して、キュッと広がっていくのがね、確認できるといいんですが、いいですか。回していきますよ。はい。ぎゅっ、ぎゅっ。お、だいぶいいかな。ちょ、目が、自分が目が見えないんでね。見えないよね。まあ、見えないよな。これはもうね、実際。まあこれ、どこまでも落ち込むんで、広げすぎ注意ですね。これ、欠点といえば欠点になると思うんですけど、やりすぎると、ちょっとね、良くないかなと思うので、適度にぐっとストレスかかって、ぐっと広がったなと思ったら、止めていただく感じで、何度か試行錯誤していただければと思います。私のお気に入りはですね、このタミヤと横も結構使い分けますね。オンロード系だと、このタミヤを使うことが私は多いですね。まあ、正直、どっちがどっちでもあんまり気にしないですね。はい、ちゃんとねノズル管理してあるんでバッチリ通りますね。これ後で私のノズル管理をお見せしますね。はい、じゃあ貼っていきますが、どこまで見えるのか、そして私の目が見えないから頭で隠れないかな、大丈夫かな、これちょっと不安だな。こうやるとかぶってるよね、頭一回広がってるんで、ちょっと出しつつ、いいですか、くるん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 、終わりです。ブラボーブラボーブラボー。で、あとはですね、これをね、くるくるくるっと外して、こうすれば、はーい、ね。で、これちょっとメーカーさんがどこまで推奨するかわからないんですが、私実際でもやるんですけど、これもまた細かい話しちゃうとセッティングなんですが、私は一度こうやってからもう一度最後ですね、他の手張りしてもですね、この行為を行います。でこれも厳密に言うとマニアの世界だと動きが変わったりするんで
まあまあまあ、まあこの辺りはそんなやつらもいるんだなぐらいで覚えてもらえばいいです。でこれはですね、まあ、ヘビーなユーザーさんにおすすめなんですが、よっ、こういったですねスプレープライマーっていうのがあります。まあいろんなタイプ売ってます。うちのネットショップでももちろん販売してますけども、こういったものですね、もうほんとちょっとでいいですよ。ふわっと一吹きしていただけたらもう十分です。そんなもうたくさんかけなくていいですからね。ちょっとどのくらいかね、うん、見ててください。いいですか。はい、ふわ終わりですもう本当です、このぐらいで十分ですのでね、はい、でこれ実際は表面がねすぐ固まるんですけど、まあ、中の方の効果っていうのがあるので、まあ実際走行ってなったらですね、もうふわっとかけてすぐ行くんじゃなくて、ちょっとやっぱ10分15分待っていただいた方が安心かなっていうところですね。じゃあ反対側をですね、せっかくなんでお見せしましょうかね。こっちがギュッと寄せて、はい、乗せます。でちょっとこれね戻してあげて、で、この高さですね、ちょうどこの斜めの部分にゴムタイヤが当たって、そこから抵抗感じて、まあ、ちょっと5分ぐらい回せばいいかな。ああ、そんな感じでいいかな。はい。今言葉覚えてました。はい。じゃあ裏側ね、やっていきますね。いいですか。ちょっと出して。はい。くるん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 。はい、完成。ブラボー。やばいね。そして私の場合、ちょっと裏取ってですね、また。まあ、これは好みだとは思うんですが、私はここにもね、もう一回ね。はい、流したいと思います。くる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 ですね。はい、そして、プライマーですね、シュシュッシュシュッと一吹かけて完成です。目撃しました目撃しちゃったでしょうねこれはね画期的だわ、ちょっとさすがにいや、これはね、これはね、早くよかったね。あ、じゃあついでにこの私の瞬間接着剤のノズル、まあ YouTube でね、でもね何度でもお見せしてるんですが、まあ、せっかくこの機会にですね、この瞬間接着剤を長持ちさせる管理方法ですね。よっ、じゃあ私の場合はティッシュを一つまみしてですね、まあこのノズルに入った分ありますよね。これをもうね、シュッシュッとこうね、できる限り出しちゃいます。シュッシュッシュッってね。はい、もう目視して、あ、ないなってなくなってただですね、ライターがあると便利です。ライターですね、このノズルの頭を一瞬だけ炙ります。一瞬だけですよ。いいですか、いきますよ。ほいおいって感じキュッと指でつまむんですが、まあそんなに私からすると慣れてるんで熱くないんですが、まあまあ男の中の男じゃない限りねやらない方がいいと思います、はい、もうこれです、以上です。で以上でもうあとはこの中にですねしまっておけば、で今回ライドタイヤの場合はですね、このノズルがどんどん溜まってきますね、これですね。はい、いかがでしたかね。まあ正直言います、正直言って私ぐらいこれまでね何万本もこれでタイヤを張ってきた男からするとですね、まあこっちで張っちゃったのが私は早いです正直。でもまあそれはもう私みたいにね、もう20年もね、そんなもう、ね、20年以上もねやり続けたらね、それは誰でもね早くなるっつうもんで、これが20年前に出てたらラシコンもっと流行ってたんじゃないかみたいなね思うぐらいめちゃめちゃ画期的なアイテムが発売となりますって言いますも、まだ今ねプロトタイプをお見せしただけですので、実際発売はですね11月中を目標とされているそうです。そして気になる価格です。税込み5940円ですね。まあ、実際の市場価格は、まあ、5000円、まあ、ぐらい切ってくるぐらいかになるかもしれませんね。はい。はい。2024年もね、終わりが近づいてきたところでですね、このゴムタイヤ接着、非常に画期的なものが出てきました。お、これはと思う方はですね、ぜひチェックしていただいて、よろしければね、全国の各販売店、あの近くに買える環境のない場合ですね、レディオガーネットショップ選んでいただきますと嬉しく思いますどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたらね、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。非常に励みになります。またレディオガーですね、ウェブショップもやってございます。こちらもねもちろん販売していきますし、まあ、お近くでね買える環境のない場合、その際ですね、レディオガーネットショップ選んでいただけますと非常に嬉しく思います。活かされております。どうぞよろしくお願いいたします。また宣伝になりますけどね、レディオガーは LINE お友達募集しております。まあ、最新の入荷情報であったりとか、LINE お友達様だけにお伝えするお得情報とかですね、うちの女子スタッフ桜井による
これ一体何の意味があるんだっていううちの日常であったりとかですねくだらないお話を配信してますので、ね、よろしければぜひお友達になってください。また SNS ですね、 X、インスタ、 Facebook やっておりますのでそちらのフォローの方もぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。